ウマ娘3期のブルーレイの売り上げがとりあえず出たので、まあコメントしておきますね。うん。まあ19,914枚だそうです。まあ2023年度アニメでブルーレイ一巻売り上げが年間2位ですね。ちなみに1位が、まあ呪術廻戦の、まあ、過去編の、まあ、一巻が、まあ、2530枚だそうで、まあ率直な感想をまず最初に言っておくと、思ったよりは磁力あるなっていうのと、まあアニメの作りがもうちょっと良かったら、まあ4万は行って、まあ普通に5畳よりも売れてたんじゃないかなと思いますよ。まあ2期のブームがまあ異常だったっていうのもあるんだろうけど、コンテンツ自体にとどめが刺されるような、まあ、致命傷ではないにせよ、まあ、だいぶ修正が必要になってくるんじゃないかなという気はします。まあそもそも、まあ、某まとめサイトさんが、まあ、10年ぐらい前からずっと煽ってて、まあ、それで、まあ、辰木監督の煙草が、まあ、売れて欲しくなかったけど売れちゃったから、それで黙ってた円盤売り上げレースが今でも重要かどうかはわかりまへん。まあ、作品によっては、まあ、1000枚とか、まあ、吸ってないんじゃないかなっていう作品もありますからね。まあ、引きこもりの話なんですけど。アニプレイヤー東宝が派遣狙いでもない限り、多分1万とか作んないんですよ。うん。でもまあ、確実に言えるのは、ウマ娘はもっと売れると思ってたと思うんですよね。これはまあ、感覚ですが、はい。まあ、その辺のからくりっていうのは、まあ、外部にわかるわけでもないし、まあ、事実として2期から9割売り上げが落ちたっていうのもまあ事実だし、まあ、あの2期の売り上げをまた再現するなんてはまあできないとは思ってたけど、もうちょっと緩やかにできたはずなので、やっぱそこら辺として、まあ、僕個人の感想ですが、まあ、ウマ娘3期がゴミアニメだったっていうのは、まあ、撤回はしませんね。うん。ゴミアニメじゃなくて、もうちょっとまともに作ってたら、もうちょっと北三ブラックをいいやつにしてたら、うん、多分五条には勝ってたんじゃないかなと思いますよ。うん。さて、ここからが本番ですかね。スピカ時空のウマ娘4期は、まあ、スタジオ会によって作られるか。ない。100% ない。それは断言できる。まあ、一応補足しとくけど、RTTT や劇場版みたいな、サイゲピクチャーズによる新作は、まあ、作られると思いますよ。というか、スピカ五眼切りのための RTTT と、まあ、劇場版でしょうし、そもそもチームスピカっていうのが、まあ、一期やってた頃に、まあ、ソシャゲが、まあ、実際まだ出てなかったから、まあ、ソシャゲとの互換性とかない時に、まあ、PA ワークスが作ってくれたもので、そもそもチームスピカ自体が、まあ、スペシャルウィークのための世界線なんですよ。まあ、PA ワークスのスペシャン自体が、まあ、パリピ孔明の A 子さんや、まあ、スキップとローファーの三つ身みたいな、まあ、真っ直ぐで、なんか憎めないいい子だったってのもあるんですが。で、まあ、一期の話すると、まあ、リバーライトの話もまあそうなんだけど、俺が、これ、理由としてなんか、ピンときたのはあれだ。サイゲにとって、切り捨てる枠って、大概オリジナルウマ娘なんですよね。うん。大概オリジナルウマ娘をサポカや、まあ、ガチャに入れたことってないですし。いやまあ、ライトハローとか友人枠は別として、まあ、育成枠ではないし、ブロワイエというまあ、一期でまあ、必要だったから、モンジュの代わりに作った馬娘だし、まあ、彼女に愛着があるかっていうともまあないんだけど、ただ、ブロワイエって一期のスペシャンのライバルであり、まあ、スペシャンにとって外せないレースだったし、まあ、なんか爽やかな感じで終わったのもまあ、ちゃんと馬娘らしかったし、そのブロワイエが、本家でアプリでモンジュ出しちゃったから、まあそれもまあ半年しか実戦級やれないであろう凱旋賞シナリオの使い捨てボスですね。うん。まあ今でもまあ凱旋門シナリオはできるんだろうけど、まあ基本最新シナリオが強いからね。なのでモンジュがいるからブロワイエは用済みなんだよ。うん。そこら辺も含めて、まあスピカ軸っていうのはもう互換性が切れなくなってるかなと思う。まあ2期がギリギリだったんじゃないかなって。そもそも、ウマ娘3期の最終回のあの最後のシーンでも、なんか次作る気ないよねって。多分次作るんだったら、まあ、キタちゃんがデアリングタクトにあれこれ託す気はあっただろうし、まあ、そこら辺新世代の幕開けっていう感じは、まあ、1期でも2期でもあったんだけど、まあ、3期は多分この時空はこれ以上続けないよっていう感じは受けた。まあ、その上で、まあ、時代的に結構戻る、まあ、ジャングルポケット時代を映画でやるって話だしね。あとはまあそうだね、スタジオ回の負担もでかいと思うんだよ。まずこれ最近の話なんだけど、スタジオ回さんの主要スタッフが新しい制作会社、まあナゴミって言うんだけど、そこ作ったんですよ。
それがまあ、ツインエンジンっていうグループの会社になったんだけど、まあ、スタジオ会自体がやっぱ分裂したっていうのが、まあ、まあ、ざっくりした話ですね。まあ、今やってるナローも、まあ、ホーネットとの、まあ、共作ですし、まあ、抜け殻がどうこうとか、そういう煽りをするつもりはないんだけど、やっぱ負担は大きいんじゃないかなと思います。まあ、これはあくまで憶測なんですけど、まあ、馬娘2期終わって、まあ、すぐ3期作り出したと思うんですが、まあ、その頃に、キャラデザと声優と、まあ、史実しかわからないキャラって結構あったと思うんですよ。まあ、それこそ佐渡のクラウンとか、あれをキタちゃんの親友ポジションに置けなかったらどうすりゃいいのかっていう。あとはまあ、レースシーンに関してもやっぱ、まあ、ウオーばっかになってたってのはよく言われてるけど、温度取ってる人がいないと、その動かし方もわかんない感じもあったし、そもそもかけっこのコストって重いですからね。まあ、攻撃要素はないにしても、やっぱ高速移動してるのは変わんないから、そこら辺やっぱバトルアニメと変わんない作画だと思いますし。あとはそうね、うん。やっぱ原作がしっかり動いてて、まあ、原作者さんと連携が取れる、まあ、今やってるナローあたりの方が矛盾は感じにくいかなと思う。馬娘はあれ、まあ、原作改編絡みじゃないけど、まあ、名前出しちゃうけど、セクシー田中さんばりにある意味、まあ、制作サイドと、まあ、原作サイドの、まあ、連携取れてなかったような気がするんだよね。うん。まあ、ドゥラメンテとか、まあ、キタちゃんにドラちゃん呼ばれされること以外、まあ、キャラ付け自体立て方があんま筋道立ってなかったっぽいような気もするし、かなり作る負担はでかかったと思うし、まあ、そこに、なごみが分裂したから、まあ、きついんじゃないかなというのが僕の感想です。そして、そもそも、馬娘新作はテレビシリーズを作るとしても、それはサイゲピクチャーズに回すと思う。まあ、そのための RTTT や劇場版の方向性だろうし、むしろその辺で、馬娘アニメの今後を占うのは、まあ、劇場版じゃないかなと思います。まあ、東宝自体が映画配給が主目的の会社みたいなとこあるから、まあ、ぶっちゃけ弱者男性向けじゃないキャラ付けのジャングルポケットと、あとはアプリでちょっとファンが多い、まあ、タキオンとカフェでどこまで行けるのかっていうのがまあ重要でしょうね。一応再確認しとくけど、俺が馬娘の失敗パターンだと言ってんのは、サンドランドみたいに大規模上映やったけど、それに見合わない興行収入の場合は、これはまあ失敗なんじゃないかなと思います。ただ、グリッドマンユニバースみたいに、まあ小規模上映で済ませるけど、ファンからすごい愛されてる作品だったら、まあこれは絶対外しようがないんですよ。うん、まあ腐っても、まあ、円盤2万売れるわけだから。でもこれはなんかやらない気がするんですよね。となるとまあスパイファミリーとは言わないけど、まあ15億20億ぐらいはいかないときついよねっていう、まあそういう結構どうなるのか読めませんね。うん、ニャピよくわかりまへん。まあ馬券みたいな感覚で、まあ失敗するにかけてるだけで、ざまされるかどうかはまあ3ヶ月ちょいした後じゃないとわかりませんからね。うん、まあ、ただ、あの時も言ったけど、ウマ娘のジャングルポケットが、スパイファミリーやボッチザロックになれるかって言ったら、俺はノーだと言い切りますよ。うん。スパイファミリーは映画館にアーニャたちを見に行く。まあ、ボザロ総集編は後藤たちを見に行く。まあ、ゴジラマイナスワンはゴジラさんと立ち向かう人々を見に行く。もともとある人気の上で、その延長線をスクリーンに見に行くんですよ。でも、ジャングルポケットってさ、まあ、アプリでも、まあ、環境に一時期入ってたぐらいじゃないですか。今はドゥラちゃんに上書きされてんのか知らんけど。あとまあ、欲も悪くも弱者男性向けのキャラじゃないんで、その辺がどう転がるのか全く読めませんね。RTTT は確かに再生数良かったけど、あれはまあ、馬脚表す前だったのと、まあ、ただで見れたからね。うん。映画館行くって結構ハードル高いですからね。まあ、そもそも映画が仮に、まあ、興行パターンを見せても、それは僕に対してザバーできるだけで、それはそれで、サイゲピクチャーズ内製でやり続けるでしょう。だからその場合でもやっぱスタジオ界は用済みになっちゃうっていう。まあ、欲も悪くも戸様ですからね。うん。まあ、スタジオ界くん、まあ、ホーネットのおかげだろうけど、今やってる、まあ、見本のブルボンっぽい声の、努力家お嬢様の話はめちゃくちゃいいから、まあ、なんとか頑張ってほしいとは思うけどね、カイくん。まあ、最後に個人的な話。まあ、僕は、まあ、馬娘一期が好きだったっていう話はしてるけど、あれは PA ワークスが、まあ、作ってくれて残してくれた世界観なんだけど、
あの先っていうのはもう思い出の中でしかなくなっちゃったんでしょうね。もうスペに関してはもう実質的にもう動かし方がわかんないんだろうし、まあシーザリオの先輩だが母親だがっぽいような見せ方ができるとはあんま思えないっていうのもあるし、あれ、一期の最後でオキトレがまあみんなで夢のレースを見せてくれるっていう、みんなを応援したがるっていうレースも、あれは3期でロートルレースに貶められたし、ブロワイエはモンジュに上書きされたからもうサイゲームスの中では存在しないんでしょう。まあ、リバーライトちゃんみたいにね。まあ、2期はまあ結構うまく頑張ってたと思うし、あれは名作だったと今でも思うけど、まあ、帝王が有馬記念を勝った時点で、もうどん詰まりの、まあ、世界戦だったんだろうなって思う。RTTT に関しては、まあ、当時は結構楽しんでたけど、あれもやっぱりこう、リセットして上書きしてんだろうなっていう、そういうのは感じたから、まあ、ちょっと警戒してたんだけど、まあ、実際、RTT や劇場版みたいな路線でやっていくんでしょう。シングルやるにしても正直時すでに落ち着いて感じだしね。いや、最後に、ウマ娘1期を作ってくれた PA ワークスさん、ウマ娘2期を作ってくれたスタジオカイさん、あとついでにウマ4とウマユルに対しても、もう、制作陣には感謝です。ナゴミさんの次回作に期待してます。